演武開演。どうも、本日は こちらのシューマイを食べたいと思います。中身はもう温めてあります。で、本来電子レンジなどでやるものなんですが、自分はトースターで焼くのが好きなんです。これでは、いただきます。うん、このカリカリ、あ、忘れた。電子レンジで蒸すのも もっちりとして美味しいのですが、トースターで焼くとカリカリになって、もっちりとはまた違った美味しさがあるんですよね。こちら中のお肉もジューシーでとっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。皆さんも機会があればぜひ試してください。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。